でまずこれを美味しく食べれる人なんて多分ほとんどいないよな。うーん、やっぱ辛いよな。バカじゃんこれ。ほんのり後から辛いけど、うん、全然いける、全然いける辛さ、うん、はいどつけ麺ズイソーカアメちゃん、はいこペヤングハーフ&ハーフ美味しく食べてみたい、イエーイ。出ましたね。こんなもの出していいんですか。こんなの食べたらあれですよ、拷問ですよ。でまずこれを美味しく食べれる人なんて多分ほとんどいないよな。うーん、このような辛すぎて美味しくないもんな。そうなの。うん、まあ何回か早食いとかもしましたけども、次の日お腹がピー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 で、そう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 、これ何考えてんやろな。極激辛の次に極激辛カレー出して、うん、それを次はミックス、ミックス悪いですけど、本当に何考えてんすかね。ってことで、もう今回の企画はもうこれをまあちょっと美味しく食べたい。おお、早食いじゃないですね。うーん、ちょっとこの辛さと量はちょっと早食い無理やから。なるほど。だからまあ3人それぞれ、うん、まあ、考えて、はい、まあ、調味料をこれに足して、うん、美味しく誰が一番できるのかという、はい、はい、まあ別に対決ではないけど、うん、3人それぞれ考えてきて、はい、これちょっと美味しく食べようじゃないかっていう企画でございます。オッケー、オッケー。作ってきましたけど、はい、どんなものなんですかこれ。あ、どうしたっけ。ハーフ俺ちゃんとハーフ&ハーフで一応作った。全混ぜでしょ。全混ぜしちゃった、ミックス、うん、え、一回普通に食べる。一回ちょっと食べる、うん、ちょっとやっぱ辛いよな。バカじゃんこれ。倍ですよ、倍辛さ、倍辛っ、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 そんなこと言われると思ってなんか辛っ、辛っ、うわー、うわ、この感じ懐かしいというか、よくこれ俺1分とかで食ったな。ありえない、この辛さ、マジで辛さと辛さが合わさってもう倍の辛さになってる。なんでこれを発売する。無理、これをこれから美味しくすんのやろ。まあこれをね、美味しくね、あんまりこの辛っていう感じもなくしたいですね。みんなが笑顔で食べれるような焼きそばにしてあげましょう。やべ、食わなきゃよかったね。え、じゃあまず私からいいですか。はい、私はね、こちらにしました、甘口カレー。おお、鬼滅の刃のキラキラシール入り。シールだけ見ていいですか。シール入りなんや。シール入りです。でっか、おぉ、うずいさん、うずいさん、うずいさん、今度の第2弾ね、鬼滅の刃のこちら。おぉ、おぉ、むいちろう、むいちろう推しです。あ、買っちゃった。天才むいちろう。いや、違うか、次の鬼滅じゃないか。この、言ったらこれですよ、このお子様カレー。おー、甘いやつ、甘口のやつ。なるほど、うん、でこれもうね、冷たいままでも美味しく食べれるから。あ、そうなんや。そう、このままもう1個ずつにブシャってかけるんで。あー、いいですね。あ、そんなやつあんねや。このまま温めなくても美味しいって書いてあるから。うーん、いやこれ正解な気がする。まあうまいやろな。だからこう冷たいカレーだからよりこう辛さを抑えられるかなってことで、じゃあもうこれはもう上からぶっかけるかだけだから、極激辛カレーにこの甘口カレー。おー、黄色いなー、甘そう。久しくこんな黄色いカレー見てないわな。あ、給食のカレーだ。うん、あんま食べないからな、こんな甘いカレーで。こっちの極激辛の方にもやっぱ甘口だからちょうど中和して辛口カレー焼きそばになるんじゃないかと。完成です。よ、もうコーンとか入ってるから絶対甘いやつだから。よし、じゃあこれちょっと、はい、わけわけして、はい、オッケー、食べましょうよ。一応俺は2パターンあるから。いや、2パターンも試したくないねんな。いや、今回は2パターンで。オッケー。まずね、このカレーの方、極激辛甘口カレーをいこう。いや、うまいのは多分うまいんだよね。あと辛さがどうなるかっていう。美味しそう。よし、見た目は、いいじゃないですか、めちゃくちゃ。あ、いい匂い。あ、カレーのいい匂い。ちょっとトウモロコシが効いてる、うん、ね。いただきましょう。いただきまーす。うん、うまっ、めちゃくちゃうまい。ちょっと待って、辛さなくなったぞ。辛さないぞ。昭和昭和。めちゃくちゃうまい。
ほんのり後から辛いけど、うん、全然いける。全然いける辛さ、うん、なんであんなめちゃくちゃ辛かったのがなくなった。ほとんどなくなったの、うんうん、匠の仕事ですよ、ね、安倍匠にした方がいいじゃないですか。解明します。次こっちの極激辛の方、お辛さ的には極激辛の方が若干辛いぐらいなんかな、うん、比べた時極激辛の方が辛かったよな、うん、確か、うん、匂いはさっきとカレーだね、うん、いただきます。いただきます。いただきます。うん、うまいな。辛いけどうまいな。なんかさっきはあの一口目甘口カレーだったけど、これ一口目から辛口カレーって、ね、そうね、ちょっと辛いな、うん、やっぱさっきより。でも美味しい。うまっ。うめ、多分ナンバーワン。カレーって辛さまでも勝つんやな。辛いけどな、うまっ。辛い。翔ちゃんもうこれごと言ってるからじゃん。いや、まさしく行きはよいよい帰りは怖いでした。はい、ということで2番手でございます。はい、私はちょっとね、なんだろうな、エスニック風にしたいでございます。おお、アジアンテイスト。なるほどね。はい、こちらでございます。練乳と刻みレモン。なるほど。練乳。はい、いろいろね、スーパーでいろいろ探してたんですけども、この牛と目が合いまして、ユー行っちゃいなよって言ってたんで。ジャニーさん。はい、ジャニーさん。あのやっぱ辛いのと牛乳系って親和性高いんですよね。あ、確かに。そこにレモンを、爽やかさを、あ、さらに酸っぱさを。なるほど、はい、確かに甘さって中和してくれるもんな。うん、でもちょっと味の想像があんまし、ちょっと俺もちょうだい。辛い辛い。ああ、ちょっと収まった。収まった。収まったね。収まった。じゃあいきます。え、めっちゃ収まった。うん、おー、結構たっぷりめに。で、ここに刻みレモン。刻みレモン、これもたっぷりめです。辛さは収まるけど味の想像がつかん。そうだな。よし、 OK、 アジアンテイストな。なんかレモンの香りがすごいね。狙い通りの匂い出てます。あの、辛くないでやってくれ。いただきます。いただきます。いただきます。うん、タイ料理やなね、まさしく。また違った。エスニックだわ。うん、エスニック。この、なんだろう、甘さとレモンの酸味というか、癖ありますね、やっぱね、ちょっとね、うん、そんな辛くないな、やっぱ。辛くない。この酸っぱさ、ちょっとパクチー感あるよ。あ、なんかある、うん、ある、ある、うん、このなんか癖。うん、あ、これはいいわ。パクチー乗っけたらもうそういう料理よ。うん、アジア、アジア、うん、アジアだ。屋台、屋台、屋台。うん、うん、練乳入れたことによってやっぱ辛さは絶対に抑えられてるわ。うん、いやそっか、もうちょっと冒険すればよかったな。いや、でもだいぶ冒険。、うん、だいぶ冒険。最初寝る寝る寝るね一択だったんですよ、また。じゃあ俺出すな。はい、俺が使うのはマヨネーズ、はい、梅チューブ、はい、大葉、お、サラダチキン。おお、前も焼きそばで同じ組み合わせじゃなかったですか。それだ、大体一緒。作ります。はい、お願いします。で、大葉もちょっと細かく。ほんじゃあいくよ、こっから。マヨネーズは多めで。多めでね、やっぱあの辛さを軽減したいから。うん、おお、ここの上にも大葉かな。大葉をがっつりいきますね。めちゃくちゃ入れるな、大葉。やっぱでもこの辛さが怖いから。まあ確かにな、いっぱい入れた方がいいわ。じゃあもう梅もいくよ、たっぷり。おお、マジ。サラダチキンをかけて、ちょっと混ぜちゃうわ。うん、はい、一番金かかってるから。そうね。これで、はい、食べてください。はい、おいマヨで。あ、おいマヨあり。おいマヨありで。じゃあちょっと俺 おいマヨしようかな。おい梅もちょっとあるよ。梅じゃあちょっといただこうかな。おいマヨする。あー、もうやっと収まったのに。まだいくんか。そうだね。いただきます。うわ、おー、うーわ、すっぺー。なんだろう、すごいリーダーを感じる。辛さよりも酸っぱさだわ。うん、でも美味しいっすよ。美味しい、美味しい。まずくはない、うん、辛さもまあまあ上乗せされてるって感じ、うん、梅とか酸味に。一番金かけてんのに一番。
はい、ということで、はい、3つ食い終わりましたけど、はい、1番決めますか。そうね、1番美味しかったやつ辛さも抑えられててみたいな。もう決まってます。そうですね、もうまあ決まってる。せーの、カレーエヴァ。あー、カレーね。やっぱカレーうまかったよな。あれはもう、あれ一発目来ちゃおしまいですよこの動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ。すごいな、シールで心を引き味でもう味覚を引き、ね。